8月10日は帽子の日、神宮寺雄太と平野翔、モデルプレス読者投票で帽子をかぶったハンサムな男性スタートップ10にランクイン。帽子は、ただの日常的なアクセサリーとしてではなく、個々のスタイルや個性を引き立てるための重要なアイテムとして、その存在感を増している。特に芸能界では、帽子を巧みに取り入れることで、彼らの魅力をさらに引き立てることができる。そんな中でも、 神宮寺雄太と平野翔は、帽子を使いこなすセンスにおいて他の追随を許さない2人であり、彼らのスタイルはファンのみならず、ファッション愛好者たちからも絶大な支持を受けている。2024年8月10日の帽子の日に発表されたモデルプレスの国民的推しランキングにおいて、神宮寺雄太は第5位、平野翔は第9位にランクインしており、これだけでも彼らがいかに帽子を使いこなすかが分かる。しかし、 このランキング以上に重要なのは、彼らがどのようにして帽子というアイテムを通じて自身のキャラクターやスタイルを表現し、多くの人々に影響を与えているかという点だ。神宮寺勇太は、その端正な顔立ちと爽やかな笑顔で知られており、彼の帽子スタイルはまさに彼の個性を象徴するものだ。彼が帽子をかぶると、そのスタイルは瞬時にシックでありながらもリラックスした印象を与える。特に彼が選ぶのは、 カジュアルなキャップやフェドラハットであり、これらは彼の自然体でありながらも洗練されたイメージをさらに強調する。例えば、神宮寺が公の場で見せたシンプルな T シャツにデニム、そして黒いフェドラハットというコーディネートは、シンプルでありながらもその中に洗練された美しさを感じさせるスタイルの恒例である。このように彼は、帽子を使うことで、シンプルでありながらもエレガントなスタイルを演出し、 自身のキャラクターをを引き立ててるる術を心得ている一方で平野翔はエネルギッシュで多彩なパフォーマーとして知られており、その帽子スタイルもまた彼の多面的な魅力を引き出すものとなっている。彼が選ぶ帽子はバケットハットやビーニーなどよりストリート感が強くカジュアルなものが多い。これにより彼は自分の持つ若踊り自しさや自由な精神を表現することができる。例えば、 平野が選んだビーニーに合わせたストリートスタイルのコーディネートは、彼の活発で親しみやすい性格を反映しており、見る者に元気を与えるようなエネルギーを感じさせる。また、平野は帽子をかぶることで、時に少年のような無邪気さを演出しつつも、ステージ上では圧倒的な存在感を放つパフォーマンスを見せる。このギャップが、彼のファンにとっては大きな魅力の一つとなっている。 この二人が帽子をどのように使いこなしているかを見ていくと、彼らのファッションに対するアプローチがいかに異なっているかが浮き彫りになる。神宮寺は、帽子を通じて自身の落ち着いた大人の魅力を引き出し、一方で平野はその自由で活発なイメージをさらに強調する。だが、共通して言えるのは、二人とも帽子というアイテムを単なるファッションアイテムとしてではなく、自分自身を表現するためのツールとして使用しているという点だ。 彼らの帽子スタイルは、単に外見を飾るためのものではなく、彼らの内面を映し出す鏡のようなものである。ファンは彼らが帽子をかぶった姿を見ることで、そのスタイルに対するセンスの良さを再確認すると同時に、彼らのパーソナリティに触れることができる。それは、単なるファッションとしての帽子ではなく、彼らがどういった人間であるかを示す手段でもある。例えば、神宮寺がフェドラハットをかぶることで、 彼の持つ優雅さや知的な雰囲気が一層際立つのに対して、平野がバケットハットを選ぶことで、彼の持つリラックスした一面や親しみやすさが強調される。このように、帽子は二人にとって、それぞれの魅力を最大限に引き出すための重要な要素となっている。しかし、彼らのスタイルにおける帽子の重要性は、ただの見た目以上のものだ。ファッションは自己表現の一環であり、彼らが帽子を選ぶ際には、 その日の気分やイベントに合わせて、慎重に選ばれている。例えば、神宮寺が普段からよく着用するフェドラハットは、彼の内面の成熟度や冷静さを象徴しているのかもしれない。また、平野が選ぶバケットハットは、彼の持つ冒険心や挑戦的な一面を示しているのだろう。彼らの選択は偶然ではなく、自己をより深く理解し、表現するための手段として、帽子が果たす役割は極めて大きい。 さらに、帽子は彼らにとってファッション以上の意味を持つことがある。例えば、パフォーマンスや撮影時に帽子をかぶることで、彼らは一種のスイッチを入れることができる。帽子をかぶることで、彼らはより集中し、役柄やパフォーマンスに没頭できるのだ。また、帽子を通じて彼らは新たなキャラクターやスタイルを探求し続けている。神宮寺と平野は、それぞれ異なる方法で帽子を使いこなし、 自己表現の幅を広げているが、その結果として、彼らの魅力はさらに深まっている。このように考えると、帽子はただのファッションアイテムではなく、彼らが自分を表現し、他者とコミュニケーションを図るための重要なツールであることがわかる。帽子を通じて彼らは、自分自身を再確認し、さらなる進化を遂げているのだ。そして、その過程で生まれるスタイルや表現は、彼らのファンのみならず、 幅広い層に影響を与え続けている。これからも神宮寺勇太と平野翔がどのような帽子スタイルを見せてくれるのか、その進化を楽しみにしているファンは多いだろう。彼らの帽子に対するこだわりや、それを通じて表現される個性は、ファッションの枠を超え、より深い意味を持つものとなっている。帽子というアイテムを通じて、自分をどのように見せるか、そしてその結果としてどのように他者に影響を与えるか。 この問いは、彼らのスタイルを考える上で、これからも重要なテーマであり続けるだろう。そして、その答えは、彼らの進化とともに変わり続けるに違いない。彼らが帽子を通じて見せる進化は、単なるファッションのトレンドにとどまらず、自己表現の一環としての新たなステージに達している。例えば、神宮寺雄太は、彼自身が持つ柔らかな雰囲気を生かしつつも、時折見せるシャープな一面を強調するために、 あえてエッのの効いたデザインの帽子を選ぶことがあるこの選択は、彼の内面にある多面的な魅力をより引き立てるための手段として機能しており、ファンにとっても彼の新たな一面を発見するきっかけとなっている。彼がステージで見せるパフォーマンスと同様に、ファッションにおいても彼は常に新たな挑戦を続けており、その姿勢が彼を一層魅力的にしている。平野翔もまた、自身の帽子スタイルを通じて、 これまでにないい側面を見せ続けている彼は、普段の明るく元気なイメージとは対照的に、落ち着いたトーンのキャップや、リーニーを使って、よりシリアスで大人びた一面を表現することがある。これにより、彼は自分自身の成長や変化をファンに伝えるとともに、ファッションを通じて新たな自分を探求する姿勢を見せている。彼のこのような柔軟なアプローチは、ファッションだけでなく、 彼の演技や音楽活動にも反映されており、彼が常に新しい挑戦を恐れない人物であることを証明している。二人の帽子スタイルがこれほどまでに注目される理由は、彼らがそのアイテムを単なるアクセサリーとして扱うのではなく、自己表現の一部として捉えているからである。ファッションにおいてもパフォーマンスにおいても、彼らは常に自分自身の限界を超え、新たな境地を切り開いている。帽子というアイテムを介して、 自分自身の感情やメッセージを伝えることで、彼らは観客やファンとの距離を縮め、より深いコミュニケーションを図っている。そして、その結果として、彼らのスタイルは単なるファッションではなく、彼ら自身の物語を語る手段となっているのだ。また、彼らの帽子スタイルは、ファッション業界全体に影響を与えている。彼らが選ぶ帽子のデザインやスタイルは、瞬く間にトレンドとなり、 多くのの若者たちがその影響を受けている特に彼らのファッションセンスは、同世代やそれ以下の世代にとって大きなインスピレーションとなっており、彼らのスタイルを真似することで、自己表現の一環としてファッションを楽しむ人々が増えている。神宮寺や平野がどのような帽子を選ぶか、それがどのように彼らのスタイルやキャラクターを引き立てるかという点は、多くの人々にとって注目の的であり、彼らの選択が与える影響力は計り知れない。 さらに、彼らの帽子スタイルは、ファッションだけでなく、文化的な側面にも影響を与えている。日本のエンターテインメント業界において、帽子を取り入れたスタイルが主流となりつつあり、彼らの影響力がどれほど大きいかがわかる。また、彼らのスタイルが海外のファッション業界にも波及し、日本発のトレンドとして国際的に認知されるようになっていることも注目に値する。彼らの帽子スタイルは、ただのファッションではなく、 日本文化のの一部としてて広がりを見せているのだその一方で帽子というアイテムは彼らにとっても一種のシンボルとなっている神宮寺にとってのフェドラハットや平野にとってのバケットハットは彼らのアイデンティティを象徴するものでありそれを通じて自分自身を表現している彼らのファンは帽子をかぶった彼らの姿を見ることで彼らの成長や変化を感じ取りまた新たな魅力を発見することができる このように、帽子は彼らにとって単なるファッションアイテム以上の意味を持っており、それを通じて自分自身を表現し続けているのだ。未来において、彼らがどのような帽子スタイルを見せてくれるのか、その進化はまだまだ続くだろう。ファッションは常に変わり続けるものであり、彼らがどのようにその変化を取り入れ、自分自身のスタイルに反映させるのかは、ファンのみならず多くの人々にとって興味深いテーマである。 彼らの帽子スタイルが、これからもファッション業界に新たな風を吹き込み、そして彼ら自身の魅力をさらに引き出してくれることを期待せずにはいられない。結局、帽子をかぶるという行為は、単なるファッションの選択ではなく、自己表現の一環としての行動である。彼らが選ぶ帽子には、彼らの気持ちやメッセージが込められており、それを通じて自分自身を伝える手段として機能している。帽子は彼らにとって、 自分を守るためのシールドでありながらも自分をより明確に表現するためのツールである。そのような彼らの帽子スタイルはこれからも多くの人々に影響を与え続けファッションの枠を超えた文化的なシンボルとしての役割を果たし続けるだろう。